分けしい目は、石炭期、ペルム期、三畳期に非常に繁栄し、一部は白秋、前期まで生き延びた、絶滅量生類のグループである。名はア光中で最大の目であり、水星、半水星、陸星、海星と、多様な環境に進出し、すべての大陸から化石が発見されている。日本においても宮城県の南三陸町の金島から、 マストドンサウルス類の化石が産出している。学名はギリシャ語の、タウイプシロンミューニューイプシロンイオタニュー、テミンイコール切断されたシグマパイ、ニューデルタウプシロンラムダオメガ、スポンデューロスイコール積セツシーメと表記されることもある。外見上は、原生の郵便目に似た長い道に死守等を備えた体型をしたものが多い。エリオプスなど多くの族では、 指は全肢に4本、甲子に5本であることが確認されているが、2020年には、全肢に5本の指を持つメトポサウルスの例が、確認された。ブエットニリア・ペルフェクタの全身骨格姉妹群である、スミリューメと比較して、最大の特徴は、椎骨の椎体の形態である。イクチオステガなど、原始的な獅子動物と、共通する形質で、大きな間、死心と小さな、 ガワシい心が体をなすラキトム型という柔軟性に、富んだ形態をしている。彗星になった種は、これが、単純化し、マシー心が、円筒型になりがわしい心が体化していく前、シー型と呼ばれる形態に変化していったが、オシーは以前として、ラキトム型の種も多かった。ただ自然、シー型は彗星に適応した平行進化の結果であり、自然群ではない。 ブエットニリアペルフェクタの頭骨頭骨は比較的大きく頑丈で墨流目に見られる脳箱と口外をつなぐ規定関節の可動性が失われている。その代わり口外部に大きな空撃があり、これを使って獲物を飲み込む時や空気を吸い込む時の補助をしていたらしい。これは原生の両生類にも見られる特徴である。また、 頭骨の側面に大きな耳切れ根があり、陸生種ではそこに鼓膜が貼られて、聴覚器官として働いていた。ディッソロフスカでは耳がさらに進化し、現在の麦目と構造を共有している。体表の全体、または一部に祖先である魚類と同様の皮骨製の鱗を持つ者も,もいたが、時代が下るにつれてその痕跡がない種が増えていった。 それらは、原生の両生類のような、滑らかな皮膚をしていたのだろう。水生の種は、側線が発達していた。ブランキオサウルスの骨格変態を行っていたが、妖精と生体の形態には、外エラの生む以外は、大差は見られなかった。ブランキオサウルスのように生体になっても外エラを保持する、妖形成熟を行う種も多く見られた。最初の分子目は、 おそらく石炭紀前期のローラシア大陸において原始的な獅子動物であるイクチオステガメから分かれた。最も古い時代には全長1メートルほどの中型陸生種、デンドレルペトンと1.5メートルを超える大型半水生種コクレオサウルスが知られている。ここから幅広い環境に広がっていく。前期には石炭紀から引き続き多様な環境で繁栄していき、 カコプスのような頑丈な脊椎と死死を持つ陸生小型種やプリオノスクスのような完全彗星で全長9メートルに及ぶ大型種まで多彩な種が現れた。この時期にゲロバトラクスのような原生両生類の祖先と見られる形質を有する種も生まれている。しかし後期になるとより陸上生活に適応した爬虫類との競争のため陸生種は衰退し、彗星、 または、反水性の種が種となる。その結果、脊椎は全、C 型と呼ばれる、弱く単純な形になり、四肢も短く、平らな体型になっていった。アルケゴサウルス、メロサウルスなどが、当時の河川や故障に多く見られ、原生のワニのような生態的地位を占めていた。ペルム期末の大絶滅においては、ゴンドワーナでごく少数が生き残り、それが、 全世界に再び広がっていったらしい。ほとんど水生種だけしか見られなくなった。前期には、本名は、大繁栄期を迎え、アファネラニマなど、トレマトサウルス川は、両生類としては、例外的に海にまで進出した。これらには、魚類のように丈夫な鱗があった。淡水域においてもカピトサウルス、キクロトサウルス、マストドンサウルスのように、 全長2から4メートルに及ぶ大型種が生態系の上位を占めていた。これらは大きな頭部と平べったい体型を持ち、推定に潜んで獲物が通りかかるのを待ち伏せていた。後期にもメトポサウルスかのような大型種と奇妙な平らな体型で一生エラを持つゲロトラックスを含むプラギオサウルス科が世界中で普通に見られた。三条期末の大絶滅以降、 ブラキオプス上下に属するニカのみが見られるようになった。主に中国に生息していたブラキオプスカとゴンドワナ大陸に広く分布していたキグチサウルスカである。前者はジュラキ中期には姿を消したが、後者に属するクーラスクスは白秋中期の1億1000万年前まで南極圏で生き延びた。この時期は全般的に大型化する傾向にあり、クーラスクスは 全長5メートルを超える分子イメチュー最大の種の一つである、両生ツナアンフィビア。ありがとうございます。